輪郭が白く飛んでしまったところを直し、さらに質感も書き込みます。やっぱりその写真を処理しただけのやつだとちょっと気持ち悪いから、目立つところだけアナログのわざと雑な感じで汚していく。写真から作ったベースに細かく描き込むことで、手書き感のある漫画の絵を生み出します。浅野さんは10年以上作品ごとに手書きの比率を変えてこの手法を発展させてきました。今はそのペン画にいかに写真を合わせていくかってなってきてるか、うん、このデデデが連載始まった時に、はいはい、あれアナログっぽい線になってると思って、うん、で